はい、今日もご視聴ありがとうございます。もこもこあるさんです。はい、今日はですね、あるちゃんにまたまたプレゼント、じゃん、ちょっとあるちゃんに靴を履かせてみようと思って赤い靴購入しました。あるちゃんももう4歳なのでね、ちょっと最近肉球がカサカサになってきたなと思って、お散歩の時とかで、今の時期特にですね、地面が熱くなって夜でもまだ冷めてない時とかあるみたいなので、暑い時期のお散歩用にちょっと買ってみました。はい、こんな感じですね。後ろは滑り止めがついてて結構柔らかいです。もしね、災害時とかにも靴に慣れておくと安心かなと思って、まずは慣れさせてみようかなって思います。ガラスの破片とかね、お散歩中とか危ないの落ちてたらあれなんでね。肉球を守るために買ってみました。一旦履かせてみたいと思います。マジックテープになってるんですね。マジックテープが、逃げられました。はい、どうでしょう、あるちゃん、あちゃん、あるちゃん、初めての靴どう？ちょっとちっちゃかったかな。おう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 あちゃん、かわいいじゃん、似合ってるよ。なんか似合うね。尻尾下がってない。おおお。あちゃん。あちゃん。おお。いいじゃんいいじゃん。あちゃん投げるよ。後ろごめんあるちゃん、じゃあちょっと待ってね。はい、ちょっとさっき緩かったみたいなんで履き直させてみました。あちゃんどう？なんか尻尾は下がってないけど違和感があるみたい。やっぱりあちゃん笑ってごめんね。かわいいよ、似合っとるよ。じゃあ似合ってるよ。じゃあピープで遊ぼっか。いくよ、実は少し前にこれ買ったんですけど、履かせるのが難しくて、あるちゃんちょっとただでさえ嫌がるので靴履くの、これはちょっと難しかったです。あるちゃんにはちょっとこの赤い靴は、まあ、嫌がるけど履かせてくれるので、これからのお散歩でちょっとずつ慣れさせていこうかなって思います。ちょっと飼い主もちゃんと履かせ方をもう一回ちゃんとしてみます。ちょっとまだ初日なんで、あんまり長時間履かせるとストレスになるといけないんで、今日はこの辺にしときます。明日のお散歩からちょっと履かせてみようかな。少しずつね、毎日少しずつ慣らしていこうかなって思いますね。あるちゃん並べてみた、かわいい。はい、今日はあるちゃんに初めて靴を履かせてみました。これから慣れていこうね。ね。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。